これなんだ、 RC か、 RCF とかそこらか、スーパーカーだな、なんか RCF IS か、 IS25、 板車的な感じは左サイドのみだな。すごいの行ったな。爆音だな。爆音がやばい。すごい。めちゃくちゃ低いな。地面ついてるな。完全に着地車両だな。着地だね。着地のこれは何だろう。マーク X か。板車的な着地車両。すごいな。これはやばい。めちゃくちゃ綺麗な、でも。フルラッピング状態だよね。屋根まで行っちゃってる感じ。屋根まで行っちゃってる感じね。全部ね。ウィンドウからもう全部ね。鬼キャンに、この被り具合もたまらんね。これはすごいよ。これは、くだらね。これは、これはすごいな。ナンバーだけなんとか隠してほしかったな。まあ、多分映ってもいいんだろうけどな。こんな感じでマーク X。86だね。86。86の板車。すごいな。ブリッドのバゲットに。ロールバーまで入ってるんで。ワイドボディにもしてるか。これなんか若干車高高いような気もするけど。あえてなんか上げてあるのかもしれんね。すごい。すごい。ブリッドのバゲットに。すげえ。いい感じの板車だね。なんかトラックだな。トラックに出したね。これ何のマークこれは。これラブライブか。出したのこの模様的なものはちょっと苦手だけどね。すごい。なんも。な。これもともとハイエースか。ハイエース。ハイエースなのか、なんかトラックみたいな。ダイナのようなトラック。ん？イタシャン来たな。イタシャンが来たね。あの、ハイエースのなんかダイナか。ハイエースのダイナ。うん、これは何だろう。ステップワゴンか、まあ、何らかのミニバンだな。ミニバンの板車。何の車？マツダか。マツダのドリフト走行板車だね。板車展示で参加の、オーナーさん、受付がまだの方、2階受付で受付をします。コートドリフト走行は受付時に免許証が必要となりますので、ちょっとこの刑事さん、名前出てこうけど。お ぉ、ちょっと、エンブレムさえないね。すごい。サムドアもやばい。受付までお越しください。こういった感じね。もしあれを松田の出見ようかな。すごいね。もう桜が降りてく感じね。こんな感じね。内装ももうバッチリ取ってくるみたいな、そんな感じだね。内装こういった感じね。これ屋根の上もね、これなんか乗っかってる感じね。これ旗もすごいね、後ろ。これは、こういった感じね。なんかこういう看板まで用意してんだな。すごいな。看板も用意してくれてる。板車だね。ランエボかな。板車的なランエボ。ブリッドのバケット。フルバケが入ってるか。すごいな。フルバケだな。
気合が違うね。フルバケ入ってる。ランエボ。ランエボだな。フルバケの。フルバケ。エボだな。これは何だろう。お、その車両、ん、左ハンドルか。何らかの外車だな。外国の車で、これ何だろう。プジョーとかそんな感じか。エンブレム関連が何もないもんで。お、プジョーか、やっぱり。プジョーだな。すごいな、プジョーでここまでやっちまおう。プジョーで。こんな感じ。このマークは果たしてすごい他社だね。プジョーの他社的なマーク X、 マーク X、 この丸めのやつは確か初代かな。初代いい具合にローダウンしてる。ホイールはレイズ、後ろのウィンドウまでこういった感じ。他社ね。一応これ場外車、場外車両。板車だね。板車のこれなんだろう、ん、ちょっと車種に出てこんな。板車だね。こういった感じね。これなんだろう、謎の車だな。それ右半だな、うん、国産の車ではなさそうだな。右半でもイギリスかな。何の車これ。お、これなんだろう、すごいな。エアコンとかなんもないな。ナビとかそういったものも一切ないね。完全にレーシングカーかな。でもナンバーはついてるな。これなんだろうな、この車。おー、イギリス。これロータスとかそんな感じか。これはなんだろう、この車。この車すごいな。これは、これなんかスーパーカーかもしれない。ひょっとしたら。何の車、これ全然出てこんと。これ、ん？なんだろう、このマーク。手がかりはこのマーク。こんな感じね。あとナンバー下まで、下の方は取れないね。いたしたら GTR。これ31のスカイラインかな ?31 のスカイラインね。GTS ターボとか。そんな感じかな。完全にレーシング仕様にしてあるね。あ、でも、いた車的な要素も忘れてない。ここね、いた車的要素。31だね。あんまり、こんなもんだな。しっかりポンピンもついてるね。ガチ警察車両だね。警察車両ね。すごいな。これなんかインフィニティプラントだね。ここは、機動警察隊。何だね。おお。何車両？何の車両かちょっと出てこんけどね。スカイライン系かな？スカイライン系かな？こっちもなんかスバルだな。スバルの警察車両。ガチ警察車両。警察の、いた車だね。これナンバーからちゃんとこう、バッチリね、やってくれてるもんでね。警察車両のまあ、いた車はまず存在せんけどね。すごいね。天皇賞秋とか、URA、レガシー。それから見たらスカイラインね。向こうも警察車両、スカイライン。向こうもスカイラインか。スカイラインだけど、インフィニティブランドね。200GTT ね。警察車両。これも使えないんかな。お、ん、エンブレム仮面一切ないね。ガチレーシングカーね。ガチレーシングカー。そんなめちゃくちゃ引っ張ってはないけどね。車高もそんなベタベタではないんだけど。もうドリフトをするにはやっぱこれぐらいの車高が一番なのかな。ビルシュタイン。
スカイラインだな。スカイライン。こっちアルテッツァか。アルテッツァのドリシャだね。アルテッツァの中も完全なレーシングカーだな。これはフェンダーもバキバキだな。素晴らしいね。攻めてる感じがね、出てて。すごいかっこいい。完全なレーシングカーだな。完全なレーシングカーの1号だね。1号のシルビア。エンジンもフルチューン済みかな。当然ナンバーなし車両。キャンバーも結構来てるね。D1 に出てるの、そんな車だね、これは。うん、でも、板車的なところはちょっと忘れてないね。うん、まあ、今回は板車のイベントだもんで。ミクゼット。トランクレスだね。あ、一応トランクあるのか。トランクあるね。おぉ、ワンちゃん。